法輪博之は日本の情報技術者、兵庫県出身、フリーライターの法林学のは実刑、日本ユニックスユーザー会元会長、玄関時で長年にわたり、同会の報告をアスキーメディアワークスの月刊アスキーテクノロジーズに執筆していた。オープンソースに関わるイベントの裏方としても、ストに有名、プロレスの熱狂的なファンである。 チャンピオンベルトを着用して各地イベントに参加することも有名で、それらのイベントはこのことからチャンピオンカーニバルとも呼ばれることがある。2007年から2008年にかけてのジャスの一連のイベントをジャパンツアー2008と称し、全国各地でイベントを開催した。マージャンの実力もかなりのもので、ジュネットマージャンメイリングリストの全国大会及び、 関西大会の両方で優勝している。2008年1月17日、個人事業主として独立開業。個人事業主の申請書類の職業欄に、戦う男と書いたものを間違って提出したところ、そのまま間違えて受理されてしまい、慌てて申請し直した。ありがとうございます。